ニューヨーク伝説の歌姫の実話をメリル、ストリープ×ヒュー、グラントの豪華共演で映画化したマダム、フローレンス。夢見る二人が、12月1日木曜日より公開となる。この度、10月25日火曜日より開催される第29回東京国際映画祭りオープニング作品として選ばれた本作で、メリル、ストリープが来日し、記者会見を実施した。映画マダム、フローレンス。夢見る二人メリル、ストリープ来日記者会見レポートコピーライトマーク2016パスプロダクションズリミテッド。オールライツリザーブド。絶世の音痴なのに、カーネギーホールを満員にし、今なお人々を魅了する伝説の歌姫マダム、フローレンス。笑いと涙にくるまれたこの実話でフローレンスを演じるのは、マンマ、ミーア、などで歌うま女優として知られるメリル、ストリープ。アカデミー賞に19回ノミネートされ、そのうちクレイマー、クレイマー、79、ソフィーの選択、82、マーガレット、サッチャー鉄の女の涙、11、で3度受賞。今後も記録を更新し続けると全世界の映画ファンから信じられているハリウッドの生ける伝説のメリルが、Into the Woods 15の PR 以来の来日を果たした。東京国際映画祭りオープニングへの参加はウィとなり、アカデミー賞女優堂々の公式会見をはじめとしたイベント登場ということで、この日、海外メディアを含む約150名ほどのマスコミが集結。ハリウッド最高峰の女優でありながらその気さくな振る舞いとウィットに富んだ回答に会場には笑いがあふれ、終始和やかなムードで会見は行われた。以下、来日記者会見レポートです。映画マダム、フローレンス。夢見る二人メリル、ストリープ来日記者会見レポートコピーライトマーク2016パスプロダクションズリミテッド。オールライツリザーブド。日本の秋にちなみ、紅葉したバラ科の七かまどを飾った会場にメリルが登場するとメディアの数の多さに驚きながら皆さんこんにちは。非常に温かい歓迎をどうぞありがとうございます。また日本に来ることができて嬉しいです。前回来た時よりも、マスコミの数が、2倍は多いんじゃないかしら、わら、と挨拶。東京国際映画祭りのオープニングを飾る作品として、明日のイベントを前にしての気持ちを問われると東京国際映画祭りのオープニング作品として選ばれたこと、大変光栄に思います。この映画を誇りに思っています。今回、フリアーズ監督やヒュー、グランドは仕事が忙しいので私だけ暇だったのでこうして来ることができました、わら、とコメント。歌上手で知られるメリルが、音痴な歌姫を演じることでも話題の本作。さらに、実在した人物を演じるにあたっての苦労を問われるとフローレンスは歌はあまり上手ではありませんでしたが、歌や音楽を心より愛していて、ニューヨークの音楽シーンにとても貢献した人物です。パトロンの方には結構多いものですが、彼女は心の中ではずっと歌手になりたかったんですね。今回、2ヶ月ものトレーニングで、オペラのアリアをちゃんと歌えるようにして、最後に2週間で歌い方を崩しました。と明かした。その後は、質疑応答の時間が設けられた。映画マダム、フローレンス。夢見る二人メリル、ストリープ来日記者会見レポートコピーライトマーク2016パスプロダクションズリミテッド。オールライツリザーブド。9、フローレンスはポテトサラダが好きで、映画の中で大量のポテトサラダを振る舞う姿が印象的でしたが、メリルさんは食に対するこだわりはありますでしょうか。メリル、美味しいお寿司が大好きなの。いつも食べていたいけど日本でしかそれは食べられないからそうしょっちゅうは食べられないわね。昨日京都に行ったら豆腐が出てきたのですが、アメリカに豆腐は1種類しかないので、何種類も出てきて驚きました。フローレンスは自分で料理をしない人で彼女のアパートメントにはキッチンがなかったんです。彼女の食べるものは、サンドイッチとポテトサラダのみという非常に得意な方でした。9、ヒラリー、クリントンはもし自分が映画になるとしたら、自分をメリル。ストリープに演じてほしいと発言していました。もしオファーが来たらどんなアプローチをされますか？メリル、すごいびっくりです。とても光栄ですね。どういう風なアプローチをするかということに関しては、わかりません。彼女が異業なしどけるのはこれから。未来のことですから。9、自分の演技を見て驚くことはありますか？メリル、初めて出来上がった作品を見るときは、共演者の素晴らしさにいつも驚きます。演じているときは主観的に見ていますが、最初のスクリーニングのときは客観的に監督視点で見てしまいますね。それがとても楽しいです。
旧夢を叶えるお話でもありますが、すでに他の人から見たら夢を叶え続けていらっしゃるような人生を歩まれている印象ですが、これから叶えたい夢などありますか？メリル、今でも私は歌手になる夢は持っています。だけど、あまり上手ではないので努力しければですね。旧これまでもいろいろ実在の演じてこられたメリルさん、トランプ氏に扮したことが日本でも報道されていましたが、今回の大統領選についてどうお考えですか？メリル、みんな主にに思っていることだと思うので、早く終わってほしいです。わら。旧夫婦の絆が素晴らしいと思いましたが、メリルさんご自身もとても家族を大切にされ仲良くされている印象です。夫婦円満の秘訣は？メリル、夫はとても理解のある人で、彼がアーティストという職業であることも助かっていると思います。生活のスタイルや仕事へのコミットが共有しやすいからです。フローレンスとシンクレアは芸術と音楽が好きという共通点があって、二人で同じ夢を共有していたわけです。なのでそういった同じ夢を共に追いかけられる相手はいいですね。9. 今回は映画祭りへのご参加ですが、2020年に国際的イベントとして東京オリンピックが開催されます。東京でのオリンピックに期待されることはありますか？応援に再び来日していただけますか？メリル、私は人が多いのが苦手で、実は一度もオリンピックは見に行ったことがないんです。2020年を待たずともその前に日本にはまた来ると思います。わら。最後に、今日は温かく迎えてくださってありがとうございました。ぜひ映画を楽しんでくださいね。とメッセージを寄せ、会場を後にした。映画マダム、フローレンス。夢見る二人は、12月1日木曜日徒歩シネマズ悲劇ほか全国ロードショー。